経過してここまでどうですか。それは完全に挑戦者ロバーツのペースですね。しかもこの左腕殺しがかなり効いてますね。はい、そしてピート・ロバーツ自信を持って締め上げております。もう縁の左の指先ってのはもう血の気を失ってますからね、このまま締め上げられるともう完全にこの感触がなくなってくるでしょう。当然攻撃に転じることも難しくなってまいります。縁この腕です、左の腕です。さん、縁はこのスタミナには自信があると言っていたんですが、こういう状況がねこれ以上続くとね、これは単なるその長期戦とは違いますからね、攻められてるってやっぱりずるずると思ってかれるとですね、縁としては相当苦しいですね。はい、さあなんとか相手を場外に転落させて腕攻撃から逃れました。鉄柵にホイップされております。縁なんとかこういった落札法から勝機を見出したいところであります。縁あ場外から強引にバックドロップを打っていきました。これまでの対戦、ま、記録から縁がジャーマンスープレックスを打ったときが決めどころと思われますが、さあまだそれを打つチャンスはないようであれ、バックを取った、丸め込んだ、カウントは2。おっと高橋さん、これは珍しかったですね。エビ固めですね、珍しいですね、完全なイギリススタイルのエビ固めですね、どういった体勢からでもこれが問題のエルボーですね、ピンホールを取れそうな、そんなピート・ロバーツであります。さあバックに回りました。回転エビ、さあ逆だ、逆ナイフですね、ジャックナイフスタイル。さあ肩はついておりません、カウントは入りません、スクッと逃れました。ピート・ロバーツも体柔らかいですね、柔軟ですね、さあ先ほど話題に上りましたエルボースマッシュであります。対角線に振りました、両の腕を取った。さあダブルアームスープレックスか、キャンバス中央に投げました。カウントは2です。徐々に両選手技が大きくなってきましたね、なってきましたね、はい、ホールを狙える技になってきましたね、はい、エルボースマッシュ突き上げました、天を仰いでおります。そして呼吸が荒くなってまいりました、この縁正信。サイドスープレックスからカバーの体勢、カウントは2。いつこのチャンピオン縁正信が今日ついてジャーマンスープレックスホールドを持っていくのか。エルボースマッシュです。今日の縁はですね、なんか作戦らしいぐらいその技を出してきませんね。ああなるほどね、これがもし作戦だったら面白い展開になってくるような気がするんですけどね、さあバックに回ってバックドロップです。まあこれまで2回勝っているという自信が油断にならなければいいのですが、縁は口の中を食ってますね。ああそうですね、赤いものが見えます。エルボースマッシュでしょうかね、エルボーかもしれませんね、はい、さあ逆さを抑え込み、ああその口の中の血がこの胸の方まで伝っております。ああカウンターのキッチンシンク、これにも気をつけたいと言っておりました縁正信、胃袋の破りであります。カウントは2、ピート・ロバーツとしてはそろそろ狙ってますね、何か大技が欲しいところですね、さあ再びダブルアームスープレックス、人間風刺を見せるかどうか、リバースしました縁、口の中は真っ赤です、円髄円髄、血を吐きました縁正信、左腕確かめました、そして両の腕を取った、ダブルアームスープレックス、そのまま肩をつけている、カウント3
両者からのカウント3でありました。いや、武井さんいかがでしたか。ロバーツもですね、いいところまで攻め込んだと思うんですけどね、はい、やっぱり最後に2度目のジャーマンを狙ったあたりからですね、ちょっとやっぱり攻め手を変えてきましたね。あれをリバースに返されたのがやっぱり敗因だと思いますね。口の中を切っていた淵正信、そして今菊池選手にこの左肘コールドスプレーを受けておりますが、苦しい